はい。16対9の四角の中に生きる妖精です。はい。これは中西の便利グッズ。だいぶ前に買ったんですけど、これね、便利そうだなと思ったんで、どっちもクリップっていうね。どっちにもクリップがついてるアーム。どっちもクリップっていうね。うん。使い方は自由自在。ミニタイプなので、狭い場所でもコンパクトに設置ができます。はい。アームの長さ320ミリ。なんかね、どうしよう。なんか挟むもんないか。どうしようかな。こう、まあ、だから、例えばこう、メガネにこう、ね。ね、ここにこうぶら下げて、こう、例えばね、カンペとかね、こう、両手開くじゃないですか。ね。ね。両手開きますよね。これいいんじゃないですか。ね。なんか、星が出てきた。チラ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 って。ヘルメットだったらいいんですよ。ヘルメットだったらね。両手で作業してて、で、なんかカンペみたいなの見ないといけないっていう時にね、こういうのがあったら便利ですよね。だからヘルメットをこう、パキっていった。あ、ヘルメット大丈夫だ。ほら。ほらね。まあ、例えばこの組み立て説明書、こういうのね。これナノブロックのね、やつですけど。はい。これで、ね。これ、便利でしょ、これ。これ便利じゃないですか。ね。非常に便利ですよね。ね。まあまあ、もう見たくないのにずっとついてきますけどね、これね。見たくないのにずっとついてくるっていうのはありますけど、ね。こうしちゃうとね、そういうことになりますけども、はい。まあだから、テーブルだ。テーブル。例えばこういうね。もうこれ最初から持ってくればよかったんですけど。ね、このテーブルね。あ、これヘラジが邪魔だ。ね。こうね、こう取り付けまして、ここにね、取り付けまして、こうしといたら、まあ説明書ですけど、またね。こう、ね、なんか作業しながら、こうやって見ながら、ね、両手開きますもんね。まあ置きゃいいんですけど、置いたらね、なんか、置いたら邪魔、場所取りますよね。その分、作業スペースが、ね、俺の作業スペースが狭くなるじゃねえかってなるでしょ。ね。おい、紙。俺の作業スペースが狭くなるじゃねえかってなるじゃないですか。こうしとくと、ね、作業スペースはね、机 100% ですよね。100% ね、使える。しかも、ね、説明書も見られる。で、作業できるってね。便利ですよ。うん。あとはなんだ、マイクとかいいんじゃないですか。マイクをこう挟みましてね。うん。これ形がマイクっぽくないんでね、ちょっと良くないですか。あ、まあじゃあ、まあ違うけどね、筒状のもの。結構グリップ力あるし、このアームもしっかりしてますんで、これいいじゃないですか、これ。これ便利ですよ。ほら。ほら。ね、ほら。割とね、フレキシブルですよ。ね、自由自在。おい、キャメラ。ヘイ、キャメラ。キャメラをこう、三脚に。まあこれはコンパクトデジタルキャメラですけど、コンパクトデジタルキャメラ。をこうね、こう置きまして、まあコンパクトデジタルキャメラじゃない方がいいんですけど、まあ一眼としまして、でマイクをね、もうね、こう別でこうできるね、こうつないでね、キャメラとマイクをつないでこうできますよね、うん、まあ上についたりするんですけどね、マイクはね、こうマイクの位置をね、こう自由自在にできますもんね、うん。これのね、大きいやつもあったんで、大きいやつね。このハサミどころもね、大きくてね、いかつくてね、アームも太いやつ。だったらもうね、割と重いマイクでもいけると思いますよ。うん。これ便利ですもんね、ほら。もうなんかパキパキ言ってちょっと心配になりますが、まあ大丈夫です。はい。ね、大丈夫です。えい。ね。これ便利だなと思ったんで、これいくらだったかな？パッケージどこやった僕。パッケージどこやりました僕。あ、ぶつかった。パッケージどこやったんだろう僕。これなんかね、わかりませんが、なんか使えるかなと思って買ったんで。まあ、なんか使えそうなら使います。ホームセンターでね。800円、ね、1000円しなかったと思います。はい。ほんといい加減な感じですいません。便利ですね。使うかどうかわかりませんが、すごく便利だなと思います。ですので買いました。はい。どっちもクリップ。ね、このアームが、これがまた素晴らしいですよね。ね、
ね、自由に向きも変えられて、ね、ね、これ便利だなと思ったんで、使わないかもしれませんが、はい、便利だなと思います。はい。まあ、ちことで、すいません。中西の便利グッズでした。まじまじじゃまあ、じゃもう絶対便利は便利ですからね。